こんな鉄拳は嫌だ。鉄拳だ。あの平八がどう見ても僕だ。これまた全然味が違うんで。いただきます。ネギ塩ですか？ネギ塩だれです。うん。暑い。暑いです。何回やってんですか？あぶれつ取ったけどまだ暑かった。ごめんなさい。大丈夫です。うん。外がカリッと、中がトロッと。はい。そこさっきと同じです。味が炭塩っぽいです。炭塩はまあまあそうですね。でもこのタレ、はい、あの肉にも合うんで。そうですね、まさに。でもいいですね、炭塩。これ初めて視聴者に味が伝わったかもしれない。うん、炭塩っぽい、美味しいです。やった。ニンニクとか入ってます。あ、こっちの方が僕は初めてなんで美味しい感じがします。あ、なるほど。さっぱりして。結構ネギ塩だれの方がたこ焼きの生地の味もよくわかる。ああ、テイクで原田さんと鉄拳さんあったので、あの2015の鉄拳セブン世界大会でサプライズで鉄拳さん出てもらって、はい、あれ以来でしょ。あれ以来です、ね、あれ以来ですね。本当にリアルに7年ぶりですよね。あの7年ぶりです。あの時だっけな、あのすごいイラスト、ね、地球の全鉄拳キャラと、はい、僕も書いてもらって、はい、鉄拳さんもいるんですよね。鉄拳さんもいて、地球があって、あの絵素敵ですよね、はい、みんなが鉄拳に仲良くしようっていう、あの絵素敵ですよね。あの原版もお家にお持ちなんですか？違う、あれ原版ですよ。あ、そう、原版だ。あれ原版です。あれ会社ですよ。会社にあるわ。額縁に入れて、いや、あれはうちの会社も不思議で、あの絵を飾ればいいのに、あの絵はしまってあって、あの鉄拳さん覚えてます？平八が、はい、首を吊って、ガビーン鉄拳でしたって書いて、平八が首吊って死んでる色紙が、みんなの見える、この、天井から吊ってあるんですよ、うちの会社、今。マジですか、なんでそっちやねんっていう。でっかい額縁に入れて。そうそうそう。あれはね、あ、多分理由は日焼けするのが嫌で、多分しまったの。綺麗に大事にしまった。だけど、よりによって、飾ったのが、ね、首吊りしてる平八の絵っていう ね。今ちょっと NG してるんで、うん、あの NG っていうか、まあちょっとこっちの方面に来てるんで、うんうんうん、あのガビンはやらない方向にしてます。あれね、そ、昔は必ずネタに入ってたんですよ。そうなんですよ、うん、だからパラパラ漫画で話題になった時に、はい、パラパラ漫画で話題になったとしても一応営業が入ってたんですよ。営業が入ってライブとかに行くと、パラパラ漫画の、あったかいパラパラ漫画を見た年配者の方が来て、うん、で、僕のスケッチブックのブラックなネタを見て、うん、って聞いてました。ショック受けちゃうんですね。ショック受けてましたね。なるほど。なので、この差がね、やっぱ違うんですよ。あれ、ブラックってわけじゃないんですけどね。なんか、まあ、よくある漫画の表現じゃないですか、はい、ガビーンっていう、その、うん、昔からある、うん、その、そうなんですよ。4コマ落ち的な、はい。描写ですもんね。そうです、うん。あれはずっと飾ってありますよ、うちは。本当に。ありがとうございます。もう本当に今にも飾ってあるからね。本当ですか。ねえ。額縁のやつは本当に綺麗にクローゼットにしまってますよ。しまってる。あ飾ってもらいたいですね。うん、あ、なんで、だから世界大会の後は巣鴨店に3ヶ月ぐらい飾ってたんですよ。巣鴨。巣鴨、うん。飾ってたね。うん、で、お客さんバーって見に。へえ。で、のび君がチャンピオンになったので、はい、のび君のチャンピオンリングと、鉄拳さんの絵と、しばらく、ナムコの巣鴨店に飾ってた。で、お客さんが見に行って、鉄拳プレイして、盛り上がってましたよ。へぇー、飾ってあったんだ。あれも、今売ったら結構いい値段つくる。いや、売らないけど、いい値段つくだ。売らないけど、売ったらすごいことになる。ね。いや、あんなに色を使ったの久しぶりでしたもん。うん、ずっと白黒でやってるから。本当ね、あれ素晴らしいだった。あれは感動した。あれは感動したな。頼んで本当にやってくれんのかなっていうのが、あの演出側にあって。あ、全然僕は。時間間に合うかなとか。まあ、時間は大変でした。大変だったっすね。はい、分かってますよね。このタイミングで来たかって感じがしましたけど。まあでも僕は
やっぱ鉄拳っていう名前を使用を許可してもらってるんで、やるしかないぞっていうしかなかったですね。完全に僕ら弱みにつけ込んでるんだよ。いやでもありがとうございます本当に。いやすごい。あの時写真も撮りましたもんね。そうそう撮りました撮りました。佐野日向子さんとか。うん、あそうそう佐野日向子さんいらっしゃって。みんなの写真ありますよ。すごいですねいろいろ持ってて。はい。当時僕鉄拳4とバーチャファイター4のコラボ T シャツもらいました。ああ、なんかあったかも。そうですね。あの、実現するのかなと思ったんですけど、全然実現しないですけど、どこ行っちゃったんですか、あれは。これです、コラボ T シャツ。なかなかね、ああ、懐かしい。はい、ありましたね。いや、バーチャファイターと本当対決の話はね、あったんですけど、はい。その時は、ちょっと僕ら側が、まだ及び腰だったというか、もうちょっと、はい。胸張って、対決だって言える時が来たらやりたいぐらいのつもりで保留してたら、はい。バーチャが、続編が出なくなっちゃった。出なくなっちゃったんですね。なんでですか？いやまあそれはいろいろ事情ありますよね。やっぱセガさん自分らでハードやって、セガさんってハード出してたじゃないですか。はい、ああいうメガドラもそうですけど、はい、サターンとか、はい、あそこで勝負するとその自分たちのソフトを広げようにもその他社さんには出すわけいかないですし、やっぱり自分たちで全部やんなきゃいけないっていうのはなかなかやっぱ。大変な、しんどかったんじゃないですかね。戦い方としてはしんどいじゃないですか。そうですね。僕ら僕らでプレイステーション一本やりで戦ったとかもちろんありますけど、そういう意味で言うとそこの一騎打ちって話なんで、どっちかというとソフトウェアの戦争というか、ハードウェア戦争的なところありましたね。その権利を買うってのはどうですか？あ、バーチャファイターですか？はい。いや、それは多分セガさん魂売るようなもんなんで絶対売ってくんないですよね。売ってくんないか。絶対売ってくんないですよね。誰かやってくれる人いればいいんですけどね。うん、だ一番早いのは、今、一応、その、新作ではないんですけど、その、リマスターというかような、その、形で、一応、バーチャファイター5を復活はさせてくれてるんですよ。だから、そういう動きはあるので、そういう意味で言うと、新作出る可能性っていうのは、ありますよね。何にしもあらずなんですよ。そうですよね。きっかけがあれば。そうなんですよ。出たら次が6になるはずなんで、そうするとストリートファイターも6。ストリートファイターもね、10年間出てない時期だったんですよ。へ、う、ぇ、んあ、だから今6なんですね。ストリートファイター3以降ね、4まですごい10年空いてたんですよ。あ空白があって、で、バーチャファイターもすごい空白があって、だから、鉄拳とかなんか先にナンバリング行っちゃったんですよ。行っちゃいましたね。後発だけど先に行っちゃったんですけど。だから、そういう意味で言うと、バーチャファイター6の可能性あるんですけど、そこちょっと期待したいところなんですけどね。うん、あれ鉄拳は2015年ぐらいでしたっけ？鉄拳セブン。セブンですか？そうです。確かそれ。あれから全然新作って出てないんですね。いわゆるアップデートしたりはしてるんですけど、いわゆる次のっていうとまだ発表も何もしてないですし。なんかあるんですか？いやー、その、何にもないってことはないですよね。そうですよね。そうですよね。今日まさに、それさっきも出ましたけど、ストリートファイター6が、アナウンスメントされましたから、ライバルは着々とそうですねやってるわけですよ。こっちも着々と着々と行きましょう。着々とまあなんか言えないですね。あれね、鉄拳さん言えない。え、言えない、うん、言えないってことは言えない、なんかあるんだな。いや、それなんかない、例えば逆に全く計画がなくても言えないじゃないですか。皆さん、実は全く計画ありませんよって言ったら大炎上しますよ、そうですね。そうですね。はい、大炎上します。言うても。ある方に願いを込めて。そう。言うてもすごい売れてるの、実は。7は。まだ、もうこれを番組が出る頃には、としたら言ってるかもしれないけど、もう すごい、すごいですよ。もう800万本はもう全然これで、次にのステップ行ってますから、ね。最初の頃は来たの僕なんですけどね。そうなんですよね。はい、知らないうちに世界に行って。そうなんですよ。世界の人たちがみんなもやっちゃってる。
皆さん大好きな任天堂のゲームとかスマブラとかも全部そうですけど、そういうのもやっぱ海外の方がもう本数は圧倒的ですからね。そうなんですね。もうそりゃそうですよ。そっか。海外の方がすごいって、海外ってやっぱ人数が違うんですよ。これすごいんですか？見えてこれすごいんですか？あの見えてます。それはもうあの商売規模が全然違うんで。ああ、そっか。すごいですよね。アメリカとか。そうです。水はそんな高くなかったです。え、本当ですか？水はそんな高くなかったです。言っちゃダメかな。そうなんだ。まあでも、名誉なことですからね。はい。原田さんと鉄拳さんで今日は、こんな鉄拳が嫌だ。こんな鉄拳は、あの、海外の人ね、ちょっとその、ミューズとか、パラパラ漫画のイメージが多いと思う鉄拳さんですけど、実はあの日本ではもともとそう、ああいう有名になる前は、パラパラ漫画の前はこういう、スケッチブックの何芸っていうんですかね、フリップ芸って言ってたんですね。フリップ芸ですね。うん、フリップ芸ってやつで、こんななんとか嫌だって言って、なんとかだってやるやつがあったんですよね。そうです。それが本来の鉄拳さんの姿なんで。そうなんです。はい。で、なんと今日はですね、はい、1周年だってことで、はい。鉄拳さん全然ネタをもう今公でやってないのにちょっと作ってくれ作ってきてくれたと。だからそれいきなり出しちゃうと、はい、ちょっとみんながそれ見てあのもう視聴回数止まっちゃうんで、はい、あの時視聴回数気にしないって言ってましたけど先にちょっと、ね、めちゃくちゃしてる原田さんね視聴回数じゃなくてそこで見るのやめちゃうってことですね。そう、うん、それ見終わったらもうお腹痛くなっちゃうから。ああ、じゃあ俺ね実はねちょっとだけね絵はちょっと、なかなか、僕も絵は描くんですけど、描く暇がなかったんで、パワーポイントにね。こんな鉄拳は嫌だ。はい。鉄拳さん、実は多目的トイレで不倫をしている。僕の本のネタ？あ、そう。あ僕より違う違う。1枚目だけです。はい。はい、いきなり使えないね、これ。やばいね。これ大丈夫です。鉄拳さん、そう、ちなみにそう、不倫とかはしないですよ。しないし。確か。してても言わないし。僕、ウィキペディアじゃなくて、なんかで読んだんですけど、ご家庭お持ちですよね。あの、奥さんいます。奥さんもいて、息子さん、はい、あ、息子はいないです。いない。子供はいない。子供はいないです。でも奥さんいらっしゃいますよね。はい。その、ぶっちゃけ、どうですか、あの、そういう不倫とか。誰ないないないってこと。だからないです。小手さんはあるとは言えない、ね。そういうネタって、めちゃくちゃ面白いからダメですよ。こういうネタの方が絶対ウケるんですもん。僕のネタ、めっちゃ可愛いって言うじゃないですか、これ。大丈夫です。普通です。ゲームの方。はい。こんな鉄拳は嫌だ。またハリウッドで実写化される。いや、いいじゃないですか、これ。めっちゃいいじゃん。小手さん覚えてますこれ。いいじゃないですか。こんな鉄拳は嫌だ。一回やったら。また実写化だ。これ、向こうの方ドキッとしますよ、見たら。ああ、ダメだったんだ。なんでしょうね、格闘ゲームの実写化って、まあ、なかなかうまくいかない。そう、なんですかね。ケイン小杉さんでしたっけ？それは2なんですよ。あ、2?、はい、2やってるじゃないですか、じゃあ。そうそう。2回もやってるんですよ。ああ。あの、実写化権っていうのを、そう、昔、ちょっと、うちの会社が売っちゃってた時代があって。ああ。作っちゃったんですね。そう、やっぱ海外で。こっちが口出しできなかった。ああ、できないです。全くできない。あら、それはちょっと危険ですね。おかしなことしたんですよ。かといって、じゃあ、これ面白い。口出したら、いい映画になるかって言うと、それもまた多分ならない。ハードル上がりますからね、うちらの。そうなんです。口出した側の。そうそう。それが厄介なところです。そうですね。まあ、実写化したくないなと。口を出さずに見る、はい、見るって感じですね。ね。で、こんな鉄拳は嫌だ。こんな鉄拳は嫌だ。ディレクターが板垣さんだ。これわかります？これね。デッドアライブですか？はい。元ね、テクモのデッドアライブの開発者だよ。はい。板垣さんが、例えば次回作はこの人がディレクターだって、ちょっと、喜ぶファンも多いと思うんですけど、僕はちょっと嫌だな。大丈夫なんですかこれは。大丈夫なんですかお互い嫌だって言っていい仲なんですよ。あ、そうなんですか、はい、板垣さんって方はデッドアライブを作った人なんですよ。忍者ガイデンとか。
あ、そうなんですか。はい。すごい人じゃないですか。すごい人なんですけど、こそ大学の先輩なんですよ、僕。うん、そうなんですよ。でも嫌なんですね、この人。嫌なんですか。嫌です。はい。こんな鉄拳は嫌だ。またこいつらが組む。ね、またこいつらが組む。その写真がややこしいんですって。これはもう。これはカプコンのね、元カプコンです。今はもう、ディライトワークスって会社の社長で、また次新しい会社に行かれる方なんですけど。その、もともと、ストリートファイター4とか、5とかの総合プロデューサーをされてる。じゃあすごい方じゃないですか。いろんな意味ですごいんですけど、はい。まあ、この二人が組むとろくなことがない。あ、そうなんですね。まあ、この二人でどんなにいろんなところに謝りに行ったところか。いや、こっちの方が面白いんじゃないですか、ね、大丈夫して。大丈夫です、ね。いや、これマニアックなんで分かる人の方が難しいね。分かる人の方がいないですよ。もうこの、これは次またこれ組むって言ったら、今世界中のファンが頭を抱えるわけですよ。うわって言って。笑ってるかそう。やっぱあれね、現役プレイヤーで、ソルトファイターと一見両方やってる人は、この二人がまた組むって言われたら、ちょっとみんな、うーって。いや、こっち後半にやってまいりたかったですね。大丈夫。僕のやつ先やって。以上でございます。以上ですね。ああ。ほぼ分からなかったです。そう、ほぼ分からなかった。業界ネタです。すいません。僕今までネタやってないですね、鉄拳で。ああ確かに。しかも生で見れるの嬉しいな。贅沢だ。さっきのパラパラも生で見れたし。いやすごい、皆さんね、ミューズのミュージックビデオをやってた人がこのネタをやるっていうね。はい、めっちゃ久しぶりなんで、失敗するかもしれないです。行きましょう。はい。行きます。はい。はい。こんな鉄拳は嫌だ。鉄拳だ。平八がどう見ても僕だ。うまい。似てるし。うまい、似てるし。試合の前に、WWE みたいに、いちいちマイクで、この、何、バトルがある。バトルがなかなか始まらない。ちょっと減っちゃってるね。確かに、ほんと。なんか、傷ついてるんですよね。はい。ね、こう、殴るときに、こうやって、ツタタターン、ツタタターンって、いちいち、この、一発一発、この、ツタタターン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 って、毎回昔のことを回想シーンがあって、なかなか進まない。フラッシュバックあるぞ。はい、こう、倒れてると、この、ヤングマスターのおじさん、知ってます？はい、わかります。ヤングマスターのおじさんが来てくれて、こうやって、仰いでくれる。キングが、顔丸出しだ。嫌だ。確かに、確かにすごく嫌だ。ポールが、原付免許しか持ってない。ダサい。ジャックが、キーン、うんちゃーって、洗いちゃうってなっちゃってる。確かに。このステージとかドカーンってなった下のステージが、肌のバーだ。以上です。これ、ありがとうございます。すげえ。いいですね。落ちた先が肌のバー。いいですね。緊張しましたね。ちょっと久しぶり。いや、素晴らしい。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかった。いや、めちゃめちゃいい。嬉しい。なんか一周年な気分してきた。ゲームネタ割といいですね。いや、めちゃくちゃ楽しかった、今。緊張した。緊張した。最高でした。ネタありましたよ、もう本当に。何年ぶりだろう。いや、本当に。全然ね。やってないです。確かにネタの、こうやって。久しぶりじゃないですか、公式でやってるのは。いやありがとうございます。いや、すごい贅沢な時間になったな。何か、なんかあったら。使ってください。いや、もう全然使う。もう、僕、個人的にはもう、このネタをやる前に、一人で、ブツブツ言いながら、練習してる状態が一番面白かったんですけどね。練習しないとね、久しぶりだから。絵の下書きがしない人が、芸の練習はするんだ。いやー、よかった。いや、面白かったですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、これで、鉄拳の、
ファンの人たちも僕のことをちゃんと分かってくれて、理解してくれたと思うんですけどね。そうですね。はい、うん。本当はこういう人。はい、ね。鉄拳が好きで鉄拳って名前つけたんだから。あ、そうですね。いや、面白い。鉄拳って調べたらすぐパラパラとか出てくるから、嫌なんだとかってコメントする人いるんですよ。上に出ますもんね。はい。僕はもう鉄拳の公式の、ナムコさん公式ですか。そうですね。はい。鉄拳の人間なんだぞっていう。うん、ありがとうございます。はい。何も悪くない。いやー、鉄拳。ビクビクしない。鉄拳の親父。いや、いろんなとこで繋がりますね、本当に。なので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします、本当に。もうこれからの人生って言ったらおかしいですけど、どこに向かっていこうとされてるのかっていうのは、なんか自分の中ではなんかあるんですか？だから僕とかは、もうゲームをね、はい、残りの、まあ、言うたら、人間の平均寿命で言ったら、倍生きれないわけじゃないですか、平均寿命で考えると。そうですね。2倍生きれない。で、しかも、頭がしっかりしてるうちにできることっていうと、もう僕何作かしかゲーム作れないなと思うんで、こっから少なくとも10年ぐらいは、もうゲーム制作だけに集中しようと思ってるんです。っていうのとかでもいいんですけど、はい。まあ、完全に死ぬまではいけないと、この先どこを向かっていらっしゃるのかなと。いや、もう、来る仕事は、何でもやるっていうスタンスなんで。ええ。まあ、ここに出てるぐらいですからね。はい。いや、これも特別ですけど、はい、まあ、パラパラ漫画はやっぱ、今でもたくさん来てて。はい、はい、やっぱ仕事の依頼は結構来るんですよね。すごく来て、はいはい、本当に、先週まで締め切りやってて、はい、ここの1年間本当にずっと詰め詰めでやってくれて、はい、先週の1月30日か、はい。先週って言ったらおかしいけど、1月30日に、平井大さんっていう、ミュージシャンの方の PV もやらせていただきまして。はいはい、そうなんですか？そうなんですよ。それがもう、今、もうすごく再生数も高くて、そういうお仕事がたくさん来てるんで。アーティストじゃないですか？はい。その、できるうちはやります。あ、そうなんですか、ね、はい。なので、まあ、できなくなったらやめますけど、仕事がなくなったら。あの絵柄で、あの良さ、あの味で、できなくなるとか、途切れることは僕はないと思う。やっぱり、こう、常に何か依頼来ると思うんですけど、もし止まることがあるとしたら、とんでもないイメージダウンのスキャンダルがあるとかでしょうね。だから、鉄拳さんのイラストが実は、全部誰かのパクリだったとか。そういう、言いにくいやつ出てきたな。今のは使えないな。まあでも僕真面目に来てますから。いやいや、そうなんですよね。なんかハメ外しそうにないですよね、鉄拳さんって。本当に何にも面白くないですよ。面白くないってことはない。心配になっちゃうもん。面白いっちゃ面白いんですけど。もう本当に毎日絵を描いて、1週間に2回ぐらいしか外出ないし、人と喋るのも奥さんだけですから。今もうみんなと喋ってるから喉枯れてきてるし。声がね。そうですよね。久々にね。久しぶりに来てるんで。将来本当にやりたいことが、喫茶店をやりたくて。あ、そういうの聞きたかったんですよ。はい、喫茶店本当に。喫茶店やりたいんですか？そうなんですよ。似合ってますね、なんか。喫茶店をもう、もし仕事がなくなったら、もう田舎の方で喫茶店を開いて、その時はもうこの格好で出ようかなと思ってます。喫茶店にこの方がいらっしゃるんですか？じじいになってもこうなって。お酒が出るバーみたいなところじゃなくて、喫茶店。コーヒーの出る。その、喫茶店なんでやりたいと思うんですか？何がそうさせる？コーヒー大好きなんですよ。はははは。コーヒーにすごく リラックスっていうか、リラックス効果あるのかわ かんないですけど、癒される。癒されるんです。はで、休憩の時はもうコーヒー飲もうって思っただけでも、もうアドレナリンが出て、ふわって出て。アドレナリン出たらリラックスできないけどな。なんかすごい。まあ、まあでもなんかそうわかりますよ、ね。嬉しくなって。ああ、そうですね。だから、仕事もできるし。力ももらえるし。そうなんです。力もらえる。カフェイン中毒ってことですか？そうです、そうです、はい。パラパラマンガーズハイって言ってるんですけど。いや、世界に鉄拳さんしかいないですよ。だけないかもしれないですけど。それをもらってますね。ああ、それコーヒーから。一回逆転したい、みたいですね。うん。喫茶店マスター確かにできそうな感じ、うん、そう、こういうマスターいるかもって思える。うん、いや、この格好かどうかわかんないけど。で、計算の雰囲気からすると、はい。それはなんかわかる気はしますね。ただ、僕がちょっと今、その未来で心配してるのは、頑張って場所を見つけて、
こうお店開店まで1年ぐらいかけて、はい、さあ開店っつって開店初日に飲みに来たお客さんがなんだこのまずいコーヒーって言ったら速攻閉店しますよね。そうですね。それはショックですね。そうですよね。ああ多分その日に閉店しますよね。閉店するかもしれないです。その日の午前中に閉店しますよね。ああそんな人いるのかな。そう、ここが心配なんですよね。ああ僕客商売って難しいですよね。そういう人かかりますもんね。そうなんですよ。しかもその開店までにね、そのなんかコーヒーのなんかの賞かなんかを取ってるにもかかわらずみたいなね。なんとかマイスターみたいな。なんとかマイスターみたいな賞を取っちゃったよね。なんかそこまで完璧な状態で特見目のお客さんにものすごいクレーム言われる。あ、でも喫茶店の名前考えてるんですか。え、考えてないです。あ、まだ考えてない。はい。で鉄拳でいいじゃないですか。もっくんなんか言われたらゲームセンターにします。ゲームセンターもなかなか今テーブルゲーム置いて、ああで、でコーヒーも出てくる、はい、昔のゲーム喫茶鉄拳ってやって商標で万内直子に訴えられるみたいな。訴えられちゃうんですかね。その時は取ってない。そこはられちゃうか、ね、そっちの領域も大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。そう、あれ他に鉄拳ってないんですか。鉄拳っていう名前の商品ってないんですか。 ありますよ。だから例えばプロボクシングので、なんか、ボクシングジムで鉄拳というジムがあったりとか、うん、鉄拳ジムってあったりとか。ああ。あります?あと、うちは割と、鉄拳建設ってあの、ああ、知ってます。字違うんですけどね。字違うんですけど、鉄拳建設。鉄に建てるって字ですね。あそことかはなんかちゃんと会社同士話してるらしいですよ。話ですか。あ、なんか、そういう、鉄拳っていうのはあったりするんですけどね。あ、でも、ちょっと勉強になったんで、今後はちょっと、何か CD とか、何か出すときは、言ってください。原田さんに連絡します。ぜひ喫茶店やってみてください。はい、喫茶店と。いや、すごい楽しそうですね。いや来てください。行きます。もうやることになっちゃってですね。もう想像してますからね。ここに建てようとか。はい。いいですね。湖畔のあるところで。ちゃんと回転資金のために、その、パラパラ漫画の仕事いっぱい入ってると思うんですけど、ちゃんとギャラちゃんともらってますか。ギャラですか。はい。もらってます。本当ですか。もう本当、もらった方がいいですよ。絶対言わなさそうですもんね。お金だけじゃないとか。そう、絶対、うん。ちゃんと交渉した方がいいですよ。それ吉本さんがやってくれるんですかね。そういう。だってこれ吉本見たら怒られからダメです。素人のイメージだと、なんか例えば100万円の仕事だと2万円ぐらいしかもらえないんで。9対1とかでしょ。99対1、うん。あ、でも100対0だってありますよ。なんかそれは聞きますよね。はい、その他の芸人さんから聞いたりもありました。はい。なんか、それどころか、なんかの費用とか税金を引かれたら、なんか、ほぼマイナスだったみたいな。あ、そうですね。ね、グッズとか、うん、100円単位で入ってくるんですよ。はいはいはい。何十円とか、十何円とかで単位に入ってくるんで、そのお給料を引き出すときにお金もっとかかるから、うん、手数料が。うん、はい。マイナスとか、あとライブとか行ったらもう自分でお金払って行かなきゃいけないから、はい、往復でライブ代が500円だったら、はい、往復で1000円とかしたらもう、そうですよね、交通費の分のマイナスですもんね、はい、そういうのは聞きますね。いや大変な世界だな。大変な世界だと思います。アーティストだと思ってるんで僕は。ありがとうございます。もうギャラっていうかしっかり作品代はちゃんといただいた方がいいと思います。カメラ回ってない時に広告代理店の裏話とかと共に吉本の裏話をしますよ。カメラ回ってない時に教えてください。いやありがとうございます。いい話をいろいろ聞きました。本当に今日は本当にありがとうございました。本当にいい時間を過ごしました。ありがとうございました。こちらこそ呼んでいただき光栄です。ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは1周年記念特別ゲスト鉄拳さんでした。よー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。